はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。セブンスリバースをやっていきたいと思います。さてと、イベントは別トレジャーハント、すごい。サリオッケー。お、おまけコーナーか。夏ですね。誰だろう。アロハ装備。属性。なんだこれ。おや、物語が始まった。ピッチフラックス大会。予選始まってる。アバラボーンズ来た。ガチャチケット3枚枚あるの？ん？セットアップってどっかで聞いたことがあるな。某 X かな？某 X か。X。100秒、100メートル2秒、可能なのか？お、カッパがいた。おや？中止。なんでだろう。カッパ大群で押し寄せてきた。してんの。これはなんか
でかい。痛い。痛い。逃げ出した。まだいけるみたいですね。さあミッション確認しましょう。今回はレンジャーを加えないといけません。レンジャー行ってみましょう。やっぱり敵強くなってますね。お、なんだ？鳥があるぞ。さあ、ボスと対決。一気に食ったダメージを。倒しました。さあミッション、今度はパラディンを加えないといけません。交代してパラディンに行きます。こっち行こう。OK です。さあ行きますが、どこまでダメージ与えるか。やっぱり強いですね。あ、でも一気に減った。あ、簡単に倒しました。強い。もう一回いけそうですね、これは。このパーティーで。そうですね、まだスタミナあるんで、もう一回同じパーティーでいきましょう。黙っててもこれ倒せるな。まあ世間話など、皆さん雨いかがでしたでしょうか。本当に4日間ぐらいずっと断続的に降ってて、強い雨で、
今日7月8日ですけど、ようやく今日やんだっていう感じで、夕方に青空も広がってきて一安心っていう感じではあるんですが、やっぱりまだそう、水に浸かってたり、まあ多くの方が亡くなったりで、本当に怖いんだなっていうか、思います。広島の方で芸備線の鉄橋が落ちてるのがすごく気になりますよね。人間ってやっぱり取捨選択しないといけないんだろうかな、鉄道って弱いんかなってなんか思ってしまいますね。芸備線って正月に列車乗った区間なんです。すごくそういう意味でも重たいですね。岡山の倉敷の方でも使った区間があるんですよね。きびのまきびのあたりで、きびの国の多分元になってると思うんですけど、てか東京に被害がなあんまりないっていうのが、まあ千葉へ地震があってあったりして、まあ大とは言えないんですが、東京の強さなのかなと思ってしまいますよね。まあそれだけ東京は守らないといけないと、国として、まあ地方切り捨てなのかなと、まあやっぱりいろんなとこに住んでて人がいてっていうはあるんですけど、数の力、スケール感でそれを許してくれないのかなっていう感じは最近覚えますよね。田舎のシビアさというか、それはさておき、アイテムを交換していきましょう。アロハシャツもある。大量に。アロハパンツなんていうのもあるんだ。ここからが結構低いですよね。なんだこれ。なんだこのお願い短冊って、のせ猫コンス、いろんなものと交換できますよね。誕生金の引き換え券があった。もう一回行けるので、もう一回行きましょう。
さて、もうちょっとですね。倒しました。はい、というわけで、ここまでとしたいと思います。ルビー鉱っていうのを手に入れた。結構すごいものを手に入れてるな。願い竹を手に入れた。はい、というわけで、セブンスリバースをお送りいたしました。ゲーム動画で行こうではですね、チャンネル登録者数、チャンネル登録者数を増やしたいと考えております。この動画のタイトルの右側にあるチャンネル登録ボタン、まだチャンネル登録されていらっしゃらない方、よろしくお願いします。またコメント、高評価、この動画の SNS など拡散も歓迎しております。説明欄にブログ、ツイッターの、リンクアドレス、記載してますので、よろしければ見てください。またですね、関連動画プレイリストがこの動画最後の20秒に流れます。もしお時間ありましたら、そちらを見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。